珍しいですわね、お寝坊なんて。はいはい、お食事ですよ。あら、羽枕が傷んでる。後で新しいものに変えておきますね。お食事がお済みの頃に氷で冷やした布もお持ちします。泣き晴らした瞳には効きますわ。何があったのか存じませんが、枕ではなく私に八つ当たりしてくださってもよかったのですよ。利空様と何かありました？図星ですね。先日突然あの方が来訪されてから、私の方でも気になっておりました。そんな時もございます。では冷やした布をお持ちしますわね。Thank you.
関のさつきだな。乙の余儀と通じたという情報が入った。軍本部まで来てもらおう。任しても無駄だ。こちらは情報を掴んでいるのだからな。オランピア様、どうかそこをどいてください。このようなものをかばい立ては無用です。何度も一緒にいるのを見た者がおります。とにかくこの者は連れて行きます。オランピア様、どうか我々の邪魔はしないでいただきたい。そんなものはこの女の体を調べればわかることです。男と通じた跡があるに違いない。それが劣気とした証となります。
オランピア様、そのようなざれ言をおっしゃらないでください。私たちはヒルコ様のために色を守っているのです。アンピア様、どうか。そのような発言はオランピア様でも許されませんよ。オランピア様、はいはい、その辺でやめとこうな。断りのクロバというのか。一体何のつもりだ。軍の南の様方、この女性の体を調べるなんて穏やかじゃないことをおっしゃってましたが、医学的には無意味ですよ。我々を愚弄するのか。生殖器の形状には個人差がありますし、何らかの衝撃で損傷することもあります。あなた方の発言は明らかに人権を無視したもので、断りに属するものとして到底許しがたい。彼女も言っていましたが、具体的な証拠がないのなら連行はできないはずですよ。速やかにお引き取りください。この国のくせに大きな顔を。赤座殿はなぜ国などを断りに入れたのか。このような醜くおぞましい色を。断りにいる理由ですか。そんなもの、俺が優秀だからに決まってるじゃないですか。慎め。医学書の10冊くらいは読んでから来てください。あなた方がしようとしたことこそが醜くおぞましいものですよ。今日のところは勘弁するが、
そのサツキという女は必ず捕まえるからな。ありがとうじゃない。本当にあんたは見事なまでに問題児だな。お待ちください。オランピア様は私をかばってあのようなことをおっしゃったのです。ああいう脅し方がダメなんだ。太陽を拝むのはこの島のみんなだろ。バカ3人のために他をがっかりさせるな。ま、喧嘩も慣れだからな。次はもっとうまくやれるさ。関のサツキ、あんたも大変なことになったな。やつらもさすがに家に押しかけては来ないと思うが、しばらく断りの宿舎に居候するのはどうだ。赤瀬や次元殿もそれなら安心する。申し訳ありません。こんな罪深い私のために。それでいいよな、軍人さん。なんなら彼女を預かるって書類でも書こうか。結構だ、私が報告する。オランピア殿、良い機会ですから、あなたにもう一度釘を刺しておきます。
外しの処罰に対しての嘆願など以降慎んでいただきたい。おい、彼らは最悪の罪を犯した者なのです。処刑されて当然だ。オランピア殿。そうですか。では私とあなたは完全に袂を分かつことになりますね。おそらく元から私たちは相入れない存在だったのでしょう。おい、お前、自分が何を言ってるか分かってるんだろうな。私は己に与えられた役目を全うするだけです。そこまでにしておいたらどうですか。赤座聖の陸羽殿、あなたはいずれ聖の王者となる方だ。この島の今から目を背けてはならない。なんだその言い草は。まるで俺が咎人のようではないか、赤座。そしてお前たちがさも正しいような善人であるかのような振る舞いだな。だが間違っているのはそちらの方だぞ。色相があってこそこの島の秩序が保たれるのだ。逆らう者は容赦しない。俺は何も間違ってなどいない。出ない方がよかったかな、俺など。
がなえることじゃないだろう。まあ、避けて通れない問題ではあるが。そうだ、避けては通れない。この島の未来のために俺も陸も向き合わなければ。ま、あいつに関してはまだ時間はあるさ。それより当面の問題はこちらの女性だ。どこから聞いてた？しばらくうちの宿舎に泊めてもいいだろ。あそこなら軍のやつもそうそう乗り込んでは来られない。そうだな。ではサツキ、私と一緒に。申し訳ありません。大丈夫だ。俺も次元殿も席の民を誰一人として失いたくないと思っている。聖の陸か、博士も心配だろうな、いろいろと。それは博士が次の席の王者で、陸が聖の王者だからだよ。赤座以上の適材なんて席にはいないからな。断りの所長をさらさら辞める気はないだろうし、兼任になるんだろうけど。友達としても原式の未来の幼仲間としてもそりゃ心配だろうさ。いない。前オサの鋼殿は子を残さなかったから。ドーマ殿がオサになったんだろ。次元殿と修羅大師が退いてもドーマ殿が指導者的に残るとかさ。殺しても死ななそうじゃないか。相変わらず言うな。でも王の公家に若い男はいないしな。あのカイナだって読み落ちだろ。
さ、組み立てたり修理したり妙なもの作るの好きなんだよ。いいな、3人で何か飽きないやって儲けよう。後継ぎを作らなかった鋼殿の失策だな。こればかりは仕方ない。これで愛人との間に隠し子なんてのが出てきたら面白いんだけどね。私は次期政の王者として30の年を迎えるまで決裁を貫きます。そして政を生む女を埋め取ります。彼女はご心配なく。博しか埋めないとされる者がお前の妻には。近くで見るのは初めてだな。汚れのない美しい色だ。赤座も気づいてるだろうし、きっと遅かれ早かれあんたに話すだろうから、今言っておく。
あのサツキの連行はおかしい。正確には昨日のクナドでの取り物もだ。ちょっとカイナには悪いが、例として聞いてくれ。あいつはまさにその現場を抑えられたと聞く。つまり二人一緒にいるところじゃないと本来の決まりでは連行なんてできないんだよ。最近やけに続く。さっきは他のやつの目もあったから深く突っ込むのはやめたんだが、現に証拠を出せと言っても具体的に喋らなかったろ。嫌な予感がするんだよな。さすがにあんたはいきなり連行されたりしないと思うけど、気をつけといてくれ。離れていれば捕まることもないと思いますから。わかった。就業記録も断りにあるはずだから、赤座と相談して手を回しておくよ。じゃ、俺もそろそろ戻るぞ。また軍に喧嘩売るときは呼び。あ、オランピア。ほら見てよ、靴磨きとコーヒー売り屋台の設計図。今日ちょうど休みになったからさ。それに前にも屋台考えたことがあって。これから探すところ。
なんかいきなり暗くない？もうごまかさないでよ。俺とオランピアの仲じゃないか。嘘になるけど、俺はここの暮らしの方が合ってるかなって。俺さ、こんな色してるけど王に向いてなかったと思うんだよね。絶対にカナンの方が王に向いてたよ。俺、基本的に出来が良くないからさ。トーがさ、修理が得意な祖先だった話は知ってる？色のくせに中身はそっちが強く出たんだと思う。こんな色だから王の公家の養子だったんだよ。お前がいずれ王にって言われてた。でもさ、俺にドーマ殿の後継ぎってちょっといろいろ無理すぎない？本当はカナンが王に来ればよかったんだ。あいつだったら王の王さやれそうじゃない？だけどさ、もし違った運命があったら、俺が次の王の王さで君がお嫁さんとかあったかもよ。そういう意味では、こ
うやって友達になったのも何かの縁かもね。俺が欲しいものはカナンが持っててさ、多分カナンが欲しいものは俺が持って生まれちゃった気がするんだよね。まあ、あいつの口から聞いたわけじゃないし、なんとなくそう思うだけなんだけど。だからさ、正直ここに来てほっとしてるんだ。いや、サナミのことは本当に落ち込んでるんだけど、ああ、サナミっていうのは俺の恋人。サナミと一緒にここで屋台引きたかったなって。俺は別にこんな色いらなかったよ。そんなわがまま許されないだろうけど。記録は大事だよね。忘れないようにね。嬉しいな。そうやって面と向かって言ってくれたのは君が初めてだ。いいんだ、俺が嬉しいから。ああ、でもなんかしんみりしちゃったよね。ごめん。でも俺はそんな感じでここで楽しくやるからさ。じゃあ俺アスハを探しに行くから、また。
主を探してやれないが、ちゃんと帰れるか。どこまでお乗せしましょう。かしこまりました。お待たせしました、オランピア様。おい、届ける前にちょっとだけオランピア様を味見してみようぜ。バカ、傷物にするなと言われてるだろう。でもこんな機会もうないぞ。黙っときゃわからねえよ。馬車の中ですぐだって。タクの具合がどんなもんか、お前だって知りたいだろ。貴様ら、そこで何をしている！
まずい、グンダ、早く馬車を出せ。ま、彼女に何をした。逃げるしかねえ。ふざけるな。彼女を傷つけた者、この俺が逃がすと思うのか。オランピア、やっちまった。頼む、オランピア様、死なないでくれ。気づいたかい。キキキッ。ああ、いきなり起き上がってはならない。お前は俗に頭を殴られたのだ。その前に脈を見よう。次は目だ。僕をじっと見てごらん。痛みはあるかい？息苦しかったりは？めまいなどは？ならひとまずは大丈夫かな。キキキキ、お前がクナドの近くで襲われたと聞いてね、心配になって駆けつけた。あの男か。ドーマがお前に話があるそうだ。僕はひとまず戻るが、明日念のため顔を見せなさい。目覚めたか。
明日お前と陸羽の審問が行われることになった。罰の力を得た者はヒルコに誓いを立てる。決して生きた者に対して使ってはならぬというものだ。その禁を破った者は処罰される。幸いとっさのところで抑えたのか死傷者は出なかった。賊は二人、一人は駆けつけた軍の者に取り押さえられた。陸羽はもう一方を追ったものの逃したらしい。お前を助けるためであったという事実は確かに認めよう。だが金を破ったことに変わりはない。安心しろ、五体満足で生きている。もっとも明日以降はどうなるかわからぬが、申し開きは明日次元たちの前でするがいい。